ハロゲンヒーターハロゲンヒーターは電気ストーブの一種。発熱体にハロゲンランプを用いるものを指す。電気をエネルギー源とする安全勘弁で即断性が高い暖房器具の一つである。ハロゲンランプから発生される放射熱によって暖を取る。発熱体にランプを使用しているため電源を入れて数秒で温まるのも特徴である。 換気や給油など不要であるがランプが露出しており、ホコリの蓄積が避けられず、ホコリに引火して発火したりランプが爆発する恐れがあるため清掃が必要である。器具が点灯した際に引火による火災を防ぐために、ほとんどの器具で器具が傾いた時には、自動的に消灯する安全装置が装着されている。ハロゲンヒーターは空気を直接温めるわけではないので、 部屋全体を温めるのには不向きである。ハロゲンヒーターが向いていない場所の空間は温まりにくく、基本的に個人に直接向けて使用する局所暖房と考えた方が良い。部屋全体を温めるのにはエアコン、石油ストーブやガス、石油ファンヒーターの方が適している。また石油暖房やガス暖房には劣るものの、ハロゲンヒーター以前に電気ストーブの主流であった。 石英乾式ストーブの方が、輻射熱を発するため、より低電力で広範囲を温めることができる。またハロゲンランプの放射スペクトルは、可視領域へかなり伸びているため、眩しく感じられることがある。形状としては、扇風機のようなパラボラタイプが多く、他にタワータイプ、長方形タイプなどがあり、左右に首振り運転ができるものが多い。 これらは扇風機の生産ラインを活用することにより、開発製造費を抑える効果が高いためであり、安価な暖房器具として普及している。2006年現在では、数秒で人体が温まるという特性は、ハロゲンヒーターだけのものではなく、他の多くの電気ヒーターにも備わっている。これらの電気式暖房は必要とする W が多く、必要であり、契約アンペアによって、 他の電気機器使用を含めた制約が発生しやすい。ハロゲンヒーターは放射による電熱を暖房に用いる器具である。ハロゲンランプから放射される光は近赤外線領域の900ナノメートルから1600ナノメートル付近にピークを持つ。近赤外線領域での水分子の吸収スペクトルは960ナノメートル付近をピークに近赤外線領域を広く覆っているため、 ハロゲンランプから電磁波の形で放射されたエネルギーが効率よく水分子に吸収される。水分子に吸収されたエネルギーは最終的に熱振動に変換され照射された物体、すなわちこの場合は水分を含む人体が加熱され暖房としての役割が果たされる。放射を電熱に用いる関係上暖房が及ぶ範囲はヒーターを見通せる範囲に限られる。このため、 局所暖房として用いるのが普通である。また他の暖房器具より比較的消費電力が大きく、ほとんどの機種が小部屋用エアコン以上に電気を使用する。2007年冬時点でより効率の良いカーボンヒーターにとって変わられ、家電量販店の売り場ではハロゲンヒーターはあまり見かけられなくなっている。国民生活センターは2008年11月に 製品の不具合が目立つハロゲンヒーターという文章名で情報提供をしている。社国対象製品の回収漏れにより火災が発生した事例や品質に関する消費者からの苦情について事例を挙げ業者への改善要望及び使用者への注意事項が記載されている。また、ニュースウォッチ Q では可燃物の近くに置かれたハロゲンヒーターから出荷する事例を 実験映像を交えて報道した。このような報道等が、ハロゲンヒーターを売り場で見かけられなくなった理由の一つとして考えられる。前述のように、特にカラボラ型は反射板の埃に引火する可能性があるため定期的に清掃することが推奨される。また、体の同じ部位を温めすぎると低温熱症を起こす恐れがある。特に顔を近づけると、 眼球等の水分を多く含んだ部位が加熱されやすいため長時間の照射は避けた方が望ましい。ありがとうございます。